はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイヤー入魂の一品特集、2023年1月の、食品マネージャーマダムの推しアイテムご紹介コンテンツでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日も、はい、今回のテーマが2023年に向けての一品でございますが、はいはい、今日持ってきてくださってるこちらの商品、何になりますでしょうか。はい、本日は健康食品担当の私として、うん、あ、なるほど、今回は担当は広いからね。はいはい、で、まあね、しょっぱな年明けですぐ受験シーズンじゃないですか。さようでございます ね。ちょっとなんかここ母トリオなんで一様にため息を打ちますけども。なんでずっと来るのかの、はい、ちょっと私めも一人抱えてるもので。いや、もう一番真っ只中ですよ。そうそう、受験生の白目白目に。笑ったらカメラが揺れる。なんだけど、はい、いや、それで、まあでも母なんて何もできないわけですよ。そんなことないですけどね。なんだけど、で、まあ唯一できるのは健康管理かなと思っていて、とにかく体を温めようと。大事。うん、ね、風邪ひかないように、体温めてね。っていうことで、体も温まるスープ持ってまいりました。お、素敵。はい。で、これね、うん、スープなんですけど、はい、なんと販売しているところがですね、企業がロート製薬様なんです。え、はい、本当だ。なんか、なんで健康食品担当としてきたんですけど。なるほど。なんか急に説得力説得力がね。え、そうなの。ロート製薬さんってこと。そうなんですけど、ロートさんって私本当前々から素晴らしい企業だなってすごく尊敬してるんですけど、もちろんお薬を作る会社ではあるんですけども、うん、お薬の前にいろいろその人が健康的であるためにみたいなところから取り組まれてる会社さんで、結構こう食品とかも力を入れてらっしゃるんですよ。そうなんですね。申し訳ない、存じ上げなかった。多分もしかしたら食べてるのかもしれないですよね。そう、ロートさんだと気づかず、気づかずに、うんうん、で、まあね、最終的に、ね、体の不調があったらお医者様に行ったりとか、あとお薬に頼ったりはするんだけれども、うんうん、日々のやっぱりその健康管理ってとっても大切なので、うん、はい、そのためにこういった、まあ、栄養満点なスープはいかがですか、うん、っていうロート製薬様からのご提案で、あ、いい、私共感しますっていう感じなるほどなんですね。で、あまり知られてないかなと思うので、うん、ちょっと今日ご紹介したいと思いました。うん、で、この商品って、味が5つあるんですけど、はい、そうそう、いろいろあるんですよ。クリーミー。で、基本的にはお豆が入ってて、はい、まあ、それぞれに、まあ、そのそれぞれの味の食材が入ってると。ベースはお豆、うん、で、この豆が、有機ジャスミン賞を受けているオーガニックのものです。だからビーガンって書いてある。そうなんです、それビーガン対応になっていて、あ、ビーガン対応になってるのが全部じゃないんですよ。あ、なるほど。あの食材によってないんで。あ、本当だ。ビーガンマークがついてるものはビーガン対応ですと。ただこういうグループかな、少しビーガン対応ですね、うん、なんです。で、まあ、お豆がいっぱい入ってるので、うん、腹持ちもいいし、うん、で、結構これジンジャーとか入ってるとかもするから温かくなるんですよ、うん、で、栄養素もしっかり入っていて、鉄分、葉酸、食物繊維、なんか葉酸入ってる、すごく体に良さそう。これ何、葉酸入ってるって珍しくない？なかなか聞かないですね。あ、でもね、あるっていうか、お葉酸って結構いろんなお野菜とかにも入ってるんだけども、うん、それをいっぱい取ることって結構大変なんですよね、うん、お野菜とかだけ取るっていうの、はい、なのでね、まあ、よく、ね、女性用酸取った方がいいよみたいなところもあるんだけれども、うん、まあ、そういうのをもう気にしつつ、まあ、こういうもので補助できたらいいのかなっていうところもあるので、うんうん、ぜひおすすめ。しかもカロリーが
そう低カロリー、これ一袋でね、それぞれね微妙に違うんですよ。でもだいたい150g、あ、これが一番しっかりしてる、205、クリーミージンジャー、クリーミーだからかな、あ、そっかそっか。でも一番多分低いのが144からかな、デミグラストマト、あ、でもご飯、お茶は1杯分前後ぐらいのカロリーですね。そうそう、163とか、178、144、149、205とか、うん、あ、なるほど。じゃああれ、受験生の塾から帰ってきた夜中のね、小腹満たしにもぴったり。そう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 。ねえ。暖かいですしね。そう。うん、で、うちの子なんか寒がりだから、朝とかね、スープとか飲ませるんですよ。いいかも。そうですよね。そうそうそう。でも鎌滝さん、はい、やっぱね、食べ物は味ですよ。あ、そうなんです、そうなんです、うんうん、そう、それで、今回これ5種類が2つずつ入ってる10セットがあって、うんうん、それに10セットにこのマグカップがついてくる、はい、あら、かわいい、かわいい、なんかこれ他ね、青と、あ、色あるんだ、青と茶色だったかな、あら、まあでも3色ぐらい、そうそう、でもオレンジですね、そうそうそう、でお色は選べないんですけど、ランダムでいっちゃうんで、うんうんうん、こういうセットもあって、あとは5個で、木製スプーンがついてくるっていう、スプーンもいいセットもあるので、はいはいはい、まあ、両方買っていただければ完結するなみたいなそうですね、スプーンもマグカップもね、はい、はい、みたいな、なるほど。で今回は、はい、竹村さんにデミグラストマトを召し上がっていただきます。はい、これしかも1個思ったんですけど、うん、このままチンできちゃう、そうそう、今ね、いいこと言ってくれたね、今ね、チンしてきたんですよ、いいこと言って、これめちゃくちゃ楽ですよね、はい、実践しないタイプ、そうなの、ここに情報聞く口あるから何かなと思って、そうなの、ポコって、これめちゃくちゃ楽、500ワットで1分40秒、早い、うん、しかも、うん、600ワットで1分30秒、うん、これはいいですね、結構ね、蒸気口からショホーって音が聞こえながら温めました。これ楽だ、あのレトルトとかでも最近ね、あ、いや、移していい、あ、お願いしますせっかくなんで、あの、ちょっと具材感取りましょう、デミグラスナチュラルにね、かけてこそこそやろうとしたところに、はい、パッとこう、ちょっと具材感をね、とろっとして、あ、すごい、あ、豆すごい入ってるな、そう、では私めはですね、結構あの具材が入ったスープが好きなんです。結構大量に入ってますね、割とお腹いっぱいになりそうですね、なるのよ、うん、かもしね、そうなのよ、うん、そうそう、満腹感でそう、タンパク質も取れるし、あ、いい、あれですね、受験と限らず、あ、そう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 、普段から、だからあの何、テレワークの時のランチとか、はい、これにフランスパン、あ、すっ、おしゃれ、なんか急におしゃれな感じ今ね、なんかおしゃれ、そこはロールパンじゃなくてフランスパンみたいなそうそう、バゲット、バゲット、バゲット、うん、なんかいいんじゃないかな、うん、みたいな、結構でもトロッと感がある感じ、そうですね、とろみある、あ、私食べていいんですか、あ、そっか、熊崎さんご存知ですもんね、ええ、存じ上げております、いただきます、お願いします。でもこの感じ、ほら、まずこのスープの感じ分かります、うん、とろみがあってすごい豆、すごいいい香りじゃない、すっごい香り、なんかスープというよりもはや豆煮込みですね、豆煮込みですね、そうだね、うん、だからいつ取ってもさ、結構大量の豆が入ってる、本当だ、すごいな、そうだね、いろんな種類入ってる、すごく美味しそう、いただきます、ね、お豆ちゃんはね、ひよこ豆、うん、ひよこ豆とレンズ豆、あ、うなずいてる、うなずいてる、美味しいでしょ、美味しい、美味しい、おお、いや、美味しいのよ、美味しい、でもそれはいい匂い、美味しい、でさ、結構さ、うん、お豆って自分でやるの大変じゃない、なかなかに、大変ですよ、煮豆とか、いや、もう豆煮ないよ、やるの、枝豆の塩茹でぐらいぐらいです、ぐらい、本当に、もしくは缶詰の豆だよ、缶詰の豆、そうじゃない、だからさ、自分でこういう、こうお腹に溜まるスープって作らなくないですか、作らないですよ、だって具をさ、切るのがめんどくさいじゃん、そうなの、でさ、豆とか入れたくてもさ、豆家にないですから、え、そうなの、そう、買い忘れちゃうのね、ね、美味しい、これ、いや、美味しいよ、美味しい、美味しいのよすごい匂い、ね、なんか豆がいっぱいだと、うん、なんかちょっとこうパサつくかなって思って、あ、口の中ね、はい、全然そんなことない、お、美味しい、いや、いい、しっとりしてていいですね、うん、
なんてたってタンパク質も取れますから。なんてたってね、なんてたってね、タンパク質も取れます、うん、本当にだって食物繊維もでしょ、鉄分もね、すごい、うん、そうだよ、すごいいい匂いだよ、本当に美味しいわ。あとね確かにトマトのパンチ、デミグラスって言いながら結構トマト感あるんだよな、そうそう、うん、あとなんか言わせてくれないかなと思って、でもすごく美味しい、本当に味が美味しい、大丈夫そう、確かにね、豆のホクホクしてる感じ、そうありますね、うん、そして意外にそんなに量ないように見えて、うん、ちゃんと噛むからすごい食べ応えあるんだよ、結構食べ応えある、まだ、ね、なんかカップの大きさがね、うん、あの小ぶりだったから、うん、少ないかなと、そう結構食べ応えあります、ね、ある、うん、ある本当にある、いやずしだって豆煮ですもんね、もうずっしりそれだけの量を食べたら結構だと思う、そう程よい濃さあるから確かにパンとかは合うと思う、そうなんです、美味しい、美味しそう、素晴らしい、知らなかったでしょ、これロート製薬さんだっていうことが衝撃的、なんかそう衝撃的、しかもなんか美味しいだけじゃない感がロート製薬さんであることによって、うん、なんかこう、そうそう、なんか説得力があるんですよね、うん、そうだから結構その食べ物の研究とかもすごくされてようでして、そうなんですね、すごくなんかなんていうのかな、味が美味しい、ね、でも竹村さんずっと食べて美味しいんだ、でも好きなタイプよね、すごく美味しい、うん、うん、程よい濃さなのよ、セット品が2種類あって、はい、セット品が2種類ございまして、はい、10個だと5種かける2個ずつの10個だ、はい、10個セットだとマグカップがついてきて、はい、5種類かける1袋ずつだと木製スプーンがついてくる、はい、ということでセット品がございます。であとはこの中で気に入ったお味があって、うん、私のお味はこれみたいなのがあれば単品でも売っているので、うんうん、ぜひ単品でお試しいただければなっていう、うん、はい、まずはセット品でね好きなの見つけていただいて、そう、ね、そうそう、だって美味しそう、選べないもん、なんか、ね、でも美味しい、私ね、あのオニオンが好きです、あ、スパイシーオニオン、そう、スパイシーオニオン好きです、へー、私この今スパイシーカレーが気になってる、おー、うん、両方ビーガン対応、スパイシー系とちゃんとこうリッチパンプキンとか、そうそう、ね、ちょっとこう振ってるから、うんうん、確かに子供も食べやすそうな、そうそうそう、飽きずに食べれる感じがする、うんうん、あ、いいですね、デミグラスとトマト本当に美味しい、うん、王道だと思いますよ、うん、これ食べやすいですよね、うん、食べやすいです、すごく子供も食べやすい、うん、食べやすいと思う、なんかお豆の嫌な感じ全くないから、あ、そっか、豆ね苦手な子とか結構いますけど、うん、そう、いますよね、うん、あ、いいですね、全くないです、すごく、なんかあのこの大きい方のこれひよこ豆、うん、ひよこが小さい方、ひよこがでかいですね、ひよこがでかい方、ひよことレンズだから、レンズ豆、そっかひよこっていう言葉からちっちゃいのかなみたいな、ひよこ豆とかレンズ、はい、でもレンズ豆の方がねちょっとしっとりしてて、ひよこ豆がコリコリしてる感じの歯応える感じで、バランスいい、すごい、あ、いいですね、なんか食感も違ってじゃあ楽しいですね、口の中あったかいもんね、ポカポカするの、うん、すごい、すごくいい、そうそう、高い、ポカポカをなんか体感するのになんかジンジャーも飲んで、ジンジャー、クリーミージンジャー、これもそうですよね、飲んでいただきたかった、また今度、はい、ということでね、まあ何色のマグが出るかっていう楽しみも、あ、そうですね、そうそう、うんうんうん、そう、ね、三色揃うかちょっと保証できないんですけど、三色ちょっとハードル高い。え、30色分、いや30色でもだって同じ色かもしれない、あ、そうか、そうか、結構ガチャ的な要素がね、的要素ありますけど、はい、ということで、うん、本日は2023年に向けての一品ということでね、食品マネージャー鎌滝さんからもう体がポッカポカに温まる、うん、そして豆で健康な、はい、しかもチンでできちゃうスープをご紹介いただきましたけれど、竹村さん実際に召し上がってみていかがでしたか？美味しい、本当に美味しい、なんだろうな、食品だからね、美味しいが一番だ、まず美味しい、うん、一口目が本当に、あ、好きな味だって思ったし、食べやすい、そうそう、美味しいが一番ですか、美味しいが一番ですよ、美味しいです、そうですよ、うん、うん、はい、ということで鎌滝さん今日は美味しくて素敵な商品のご紹介、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、失礼します。